flying, Maverick, but I can't say that in there. And I just don't want anyone to know that I've fallen for you.ここでの迫力あるトムのキスの演技は、実はトムがセリフを忘れてアドリブでごまかしたのです。監督は気に入り、そのまま採用しました。続編は必ず失敗する ?No! 続編を待ってたファンには期待以上の楽しさを。第一作を見なかった観客には新鮮な経験を。今回は今年最高の映画トップガンマーヴェリックのなんと35年前の前作。トップガンの面白いトリビアを集めてみました。始まります。タイトルのトップガンは実際のアメリカ海軍戦闘機兵器学校で精鋭パイロットを養成する機関です。映画公開後、実際のトップガン学校では映画のセリフを口にしたら5ドルの罰金をその場で払うというルールができました。理由はプロ意識に欠けるということでした。トムは最初は出演依頼を拒絶しましたが、この話を聞いた海軍側はトムを基地内に招待し、5G 訓練などいろんな体験を経験させます。それらを終わらせたトムは公衆電話へ急ぎ、監督にこう言います。とてもすごかったです。僕やります。何かに目覚めたかのように言いましたが、彼のアクション本能はここからかもしれません。これは憶測ではありません。実際にトムは本作の撮影のために初めてバイクに乗ったと言います。おお、そう言われてみれば彼は本当に才能があるように見えますね。トムは本作後もいろんな映画でバイクアクションを披露しました。マーヴェリック役がトム・クルーズに決定する前、マシュー・モディーン、ジョン・キューザック、ニコラス・ケイジ、トム・ハンクスにキャスティングを提案しましたが、皆断りました。そしてジム・キャリー、ロバート・ダウニー・ジュニアも候補として挙げられました。アイスマン役を演じたバル・キルマーはこの映画に出演したくなかったそうです。しかし映画会社との契約のためやむを得ず出演したといいます。結果、彼のキャリアの中で最も象徴的な一つの役となりましたね。アリー・シーリはチャーリー役を提案されましたが、誰もパイロットの映画には興味を持たないと思い断ります。映画公開後、彼女はとても後悔したそうです。映画の主なシーンである戦闘機内部のシーンはこのようにセット上で撮影されました。空の画像を映すバックスクリーンも設置されていますね。とはいえ、監督はトムを含みパイロットとして出演した俳優たちを役に没入させるため、みんな戦闘機に乗せました。もちろん操縦はせず、後ろの席で体験をする形で本当のパイロットが操縦しました。ただ体験させるのではなく、ついでに撮影もしましたが、場所が狭くて性能がいい大きいカメラはつけれなかったので、このような画質でした。また俳優たちは戦闘機に乗る前にパイロットがするトレーニングも行ったそうです。みな役を断ったのはこのトレーニングがきつかったからかもしれませんね。一人を除いて、映画で披露されたぐるぐる回る技術は実際にパイロットたちがよく使う技術だそうです。しかし、このように加減高度の下で飛ぶのはとても危ないので絶対にしない行為だと言いますが、映画のために特別に撮ったシーンだったそうです。トムも役のために戦闘機に3回乗りましたが、1回は吐いて、2、3回目は吐かなかったと言います。飛行機体験中吐いたのは他の俳優と皆同じ。唯一吐かなかった俳優はアンソニー・エドワーズだったそうです。スライダー役を演じたリック・ロソビッチは航空母艦での撮影の時追い出されたと言います。ロソビッチは配属先のベッドで寝ていましたが、船を動かす原子炉音がうるさくて他のベッドに移動しました。そこで元のベッド主の士官と喧嘩になってしまい、結局艦長から出ていくように命じられました。1986年に公開された映画で一番ヒットした映画です。ケリーが演じたチャーリーのキャラクターは、映画を作る際にいろいろアドバイスをしてくれた民間飛行インストラクター、クリスティン・フォックスに基づいています。今後フォックスは国防総省の隊列を通過し、2014年初の国防副長官女性になります。トムはケリーとのシーンでいつもかかとの高い靴を履かなければなりませんでした。クルーズは170センチ、マクギリスは178センチでしたので合わせる必要があったんですね。
逆方向を飛んでいたというマーベリックを信じないアイスマンがこう言います。みんなつぼってしまいますが、このセリフはアイスマンを演じたバルのアドリブで、キャストたちの反応はリアルです。悲しい事故もありました。飛行シーンの撮影中、スタントパイロットアートスコールがクラッシュで太平洋へ突っ込み命を落としてしまったのです。映画の最後に彼を追悼する文字が出てきますね。今まで帽子をかぶらなかったチャーリーがエレベーターシーンでは急にかぶっていますが、これは追加撮影で撮ったシーンだからです。本番の撮影後、ケリーは映画メイドインヘブンの撮影のため髪を茶色に染めていたので、追加撮影では帽子をかぶっていました。2人のベッドシーンも追加撮影されたシーンです。本作のテスト試写会後、観客たちからなぜ2人のベッドシーンがないんだという声が多かったので、制作会社は追加撮影を決定しました。マーベリックの前髪が他のシーンより長く見えるのもその理由です。そしてこのベッドシーンのムードを青色にしたのも、ケリーの髪色が変わったその事実を隠すためでした。帽子をかぶってベッドシーンには挑めないからね。最初の脚本ではクライマックスに登場した敵機は北朝鮮の所属になっていました。しかし最終的には国を特定しないよう変更されました。映画公開直後、トップガン2の脚本がすぐにできましたが、制作はできませんでした。海軍の装備が最新式に変えられましたが、機密事項により新しい航空機を撮るのはダメだったからです。そしてトム・クルーズが続編を望んでいなかったことから、手に負えないくらい高い金額を要求し、制作前に決裂したのです。脚本はトップガンアカデミーのインストラクターとしてマーベリックのさらなる冒険を追ったもので、チャーリーではなく過去の自分を連想させる生意気なヒロインツイストがチームに加わる内容でした。この映画は海軍について書かれた雑誌の記事トップガンズから始まりました。ジェリー・ブラッカイマーがこの記事を読んで、海軍の派手な空中戦を映画に作ろうと決心。基地内はいろんな機密があるところなので、もともとは軍で許可が出ないはずでしたが、宣伝効果により入隊者を増やしたかった海軍は許可を下ろします。あ、もちろんタダではありませんでした。制作会社が国防省本庁舎ペンタゴンに戦闘機や空母の使用料として約2億円を支払ったそうです。こうしてジェリーが制作を担当し、監督としては CF 監督で有名だったトニー・スコットを選びました。トニーは本作の撮影中3回もクビになったそうです。その理由は監督は映画で飛行シーンの割合を増やしたかったことなど、制作会社との意見が一致しなかったからだそうです。幸いクビになるたび復帰しました。トップガンに欠かせないビーチバレーシーン、制作担当のジェリーはこのシーンを撮った後、監督トニーを絶対クビにすると発言しました。蒸し暑い中このシーンだけずっと撮っていたからとても疲れたみたいです。太陽に照らされた航空母艦、そしてそこに離着陸する戦闘機たち、監督はこの派手なオープニングシーンを撮るために艦長に航路を変えることができるのか聞きましたが、艦長は船を回すのに2万5000ドルもかかると言いました。監督はその場で2万5000ドルの簡単な小切手を書いて渡しました。後に監督によると、その切手は不渡り小切手になったそうです。この映画の成功に乗じて、アメリカ海軍は映画館に採用ブースを設置し、上映後アドレナリンを放出する男たちを捕まえようとしました。その結果、ここ数年で最も高い応募率を記録、狙っていた目標を達成しましたね。このシーンとか、このシーンのように、戦闘機の目線から見えるシーンはパラマウントピクチャーズが F-14 を開発した会社に依頼して、戦闘機の前とウィングに特殊カメラをつけて撮ったシーンです。おかげで普段見れない目線からリアルな空中戦を撮れました。ジェスター教官を演じたマイケルが撮影用衣装を着て基地内を歩いていた時に、ある軍人が彼に敬礼をしたらしいです。彼が俳優だとわからなかったんですね。中盤までは訓練の続きで、クライマックスの実戦の任務でミサイルの発射シーンが何回も出ますが、
海軍は映画のために撮影許可したミサイル発射シーンは2回だけだったといいます。監督はこの2つの発射場面をそれぞれ違うアングルで撮り、同じ発射場面ではないように編集しました。それでも2つの撮影分で戦闘シーンを満たすのは不十分だったので、監督はミニチュアの戦闘機とミサイルを利用して戦闘シーンを完成させました。そのシーンがあまりにも本物に見えたので、映画を見た海軍側は最初許可した2つのシーン以外に許可なしで撮ったシーンがなかったのか調査までしたそうです。この映画のおかげで俳優たちがかけていたサングラスと上着の販売率が爆発したそうです。うっかりミスです。チャーリーが教官として登場するシーン、そして授業が終わった後、はい、気づきましたか？ちょっと難しいですね。彼女の服装に注目してください。はい、靴がヒールからシューズに履き替えられています。かっこいいサングラスをつけているマーベリック。しかしよく見るとカメラが映ってます。今日はトップガンマーベリック公開記念、トップガンの小ネタを集めてみました。本作はこちらのサイトで見られます。動画が面白かったらチャンネル登録、いいね、コメントをお願いします。